はい、どうも、こんにちは。今回ですけども、どうなる出雲駅伝出走が気になる3人の選手ということで、まあ、出雲駅伝もね、約1ヶ月とプラス1週間というところで迫ってきましたね。まあ、いよいよですね、駅伝シーズン間近。まあ、その前に日本インカレと各種記録会とかあったりするんですけども、今回ですね、まあ、サムネタイトルにも載っているですね、3人の選手に関してちょっとね、まあ、出雲駅伝どうなるのかなというところ、ちょっと気になるポイントがありますので、まあ、そのあたりとかね、考察とか、 まあ、一人ごと的な感じで喋っていこうかなと。いうとこですけれども。まあ、まずですね、三浦選手ですね。まあ、出雲駅伝に関してはね、昨年度ですね、出雲駅伝に出てきましたね。えっと、 出雲駅ですね。まあ、地元、島根県の駅伝ということで、まあ、2区に登場して区間新記録で区間2位ということでしたけれども、まあ、その前ですね、大学2年生の頃はですね、まあ、オリンピックだったりの疲れもあったりしてですね、まあ、出雲駅伝は出走ならずというか、全日本大学駅伝が出てきました。で、その前はね、中止だったんですよね。で、今年ですね、最後のね、駅伝というところであるんですが、大学駅伝というところですけども、まあ、先日のね、世界陸上ブダペストではですね、 3000メートル障害で6位ですね。東京オリンピック7位から一つ順位を上げて、まあ、日本で世界陸上初入賞というところで非常にね、まあ快挙達成ということでしたけれども、まあその後ですね、まあ、休むことなくダイヤモンドリーグですね。 まあ、ついさっき行われたダイヤモンドリーグでですね、まあ、8分18秒ということで7位に入って、まあ、そこでですね、ポイントを加算されて、まあ、その後のですね、ダイヤモンドリーグファイナル、去年も出ましたけれども、アメリカで行われるダイヤモンドリーグファイナルに出場するという流れになっております。まあ、ほぼ去年と一緒ですよね。まあ、去年はですね、世界陸上予選で落ちてしまいましたけれども、まあ、去年プラス世界陸以上の決勝というようなレースをですね、まあ、夏積んでいるというところですよね。で、ここでですね、 まあ、三浦選手、今年は駅伝のところもね、キャプテンやっていて、まあ、二人でキャプテンやってるという状況、特殊な状況ですけれども、まあ、夏ですね、まあ、世界陸上を含めてですね、ダイヤモンドリーグ、まあ、こういったところのね、レース出ていってます。まあ、もうね、駅伝、学生駅伝という枠では収まりきれない、本当世界のね、三浦隆二というような状況ですけど今年どうですかね。まあ、あの、4年生で、 まあ、キャプテンもというところなので、イズ駅伝から出てくる。まあ、去年とね、ほぼ同じような、去年もダイヤモンドリーグファイナル9月中旬出てますし、そこからイズ駅伝というところではあるんですけれども、まあ、今年出てくるかどうかというところがね、一つ気になるかなと。まあ、チーム状況的にはね、まあ、上位に入っていこうと思うと、ミラ選手が不可欠かなというような印象ですけれども、 まあ疲れもあったりねしますし、そのあたりどうなのかなというところですけれども、まあ去年ね、何回も言ってますけれども、同じようなパターンですね。世界陸上とダイヤモンドリーグ、そしてプラス、まあいずもというところで、結局出雲にも全日本は箱根と出てますんで、まあ今年も出てくるのかなというところではあるんですけれども、 まあ、どうですかね。出てくるとしたら、やっぱり2区なのかなと。まあ、3000メートル障害中心にですね、まあ、9月中旬まで少なくとも取り組んでくると思いますし、これまでのね、シーズンのね、まあ、5000メートルが一番長い距離で3勝中心ということだったので、まあ、今回もね、2区5.8キロ、いず駅伝から出てくるとしたらそこなのかなと。もしかしたらね、体調とか、まあ、コンディション不良だったら出てこない可能性もあると思うんですけども、このあたりですね、まあ、地元のレースということで、地元の皆さんはきっと楽しみにしてると思いますんで、まあ、注目かなというところです。 ね、はい。で、続いて二人目ですけども、佐藤圭汰選手ということで、 まあ、5000メートルですね。日本選手権でも4位に今年は入ってきまして、まあ、小田記念ですね。グランプリシリーズでもね、優勝をしているということで、まあ、もうね、日本全体含めてもトップランナーというところでは入ってきてます。で、アジア大会ですね。中国で行われるアジア大会にですね、5000メートル日本代表として出場する予定ということで、10月4日のタイムテーブルですね、になっているので、まあ、出雲駅伝から5日前というような状況ですかね。ほんと、 金なのでまあ、普通であればね、まあ10月4日に5000出て、まあその5日後というところはなかなか厳しいのかなというところではあるんですが、まあとはいえですね、 まあ中国というところ、まあ日本とね、ほぼ近いような環境で、まあ非常に時差もないですし、もしかしたら、まあ10月4日に5000メートルでですね、アジア大会に出て、その後ね、まあ5日、まあギリギリ調整して、もしかしたらリズムでッで出てくる可能性もなくはないのかなというところですかね。まあ、もしケータ選手がね、出なかったとしても、コマ大会より層が厚いので、まあ優勝を狙っていけるようなね、チームではあるとは思うんですけども、やっぱり去年のね、 出雲駅伝きで2区、区間賞、区間新記録。まあ、そこのね、走りというのは優勝を大きく引き寄せてきましたので、まあ、ケータ選手がいないとなると、 まあちょっとね、優勝の角度が落ちてくるかなというところではあるんですけれども、さどうですかね。ここ辺ちょっと皆さんのご意見とかも聞きたいなというところですけれども、いつかですかね、まあ、トラックロードというところ特性も違ったりもしますし、そのあたりがどう響くかなというところですよね。まあ、アジア大会ですし、佐藤昭太選手もね、ほんと世界を目指しているっていうことなので、まあ、アジア大会をもうしっかり全力ある程度出し切ってくるというところではある。で、5000メートルなので、まあ出雲駅伝で言うと2区、 だったら同じ動きをということなので、そのまま出てくるかもなというところですかね。まあちょっとね、スケジュールキツキツかなというところではあるんですけども、まあ幸いというか中国、ね、お隣の国にさもないというところなので、まあ あの、可能性はね、まだ残ってるんじゃないかな、というところですね。普通だったらなかなかね、ここのスケジュールって難しいと思うんですけれども、さんどうなるのか、というところです。で、最後、3人目ですね、吉井山和選手ということで、中大学ですね。まあ、去年はね、出雲、全日本、箱根と、まあ、区間賞、区間賞、区間賞ということでした。まあ、出雲駅には特に1区でですね、飛び出していて、 で、まあ、しっかり飛び出してね、区間賞取ってくるという状況で知った。で、今回ですね、まあ、初めての世界のロードの選手権ですかね。で、5キロの代表と。 いうことで、10月1日ですね、ラトビアで行われますね、ヨーロッパの方ですよね。まあ、ここは10月1日から10月9日、1週がちょっと空いてはいるので、まあ、ケイタ選手の5日と比べるとね、少し余裕はあると思うんですが、まあ、こちらはですね、欧州に行くので、ね、やっぱ時差もね、あったりしますし、依存の疲れもね、やっぱ中国とはね、レベルが違うのかなというところですよね。ここまね、5キロというところでね、まあ、どの程度力を入れて調整し,調整してくるかどうかわからないんですが、 吉井選手もね、出走になるのか、というところは気になりますかね。まあ、あいつもなんで、ほんとさっき言った二区5.8キロね、であれば、同じ5キロということで対応はね、できると思います。まあ、で、ロードなんで、こっちはね、ケイタ選手のはトラックですけども、ロードというところではあるんで、まあ、1週間ね、ありますし、吉井選手の方がね、まあ、 きついスケジュールだと思うんですけども、いず駅で出てくるんじゃないかな、ちょっと予想してますね。まあ、ケータ選手は若干怪しいかもしれませんけれども、山本選手はね、結構出てくる可能性もあるのかな、というところではありますね。まあ、今年中央大学もね、本当に駒沢に対抗していけるぐらい層が厚くて、選手のタイムも伸びてきていますし、山本選手ね、抜きでも戦えると思うんですけども、やっぱり駒沢に勝つ、優勝するってなると、吉山本選手はね、まあ、必ず、 欲しいのかな、というところでは、ちょっと見てますんで、まあ、もしかしたら2区マト選手っていうところをね、来るかもしれませんし、そのままね、ロードなんで1区、去年と同じように1区行ったりとか、3区とかっていうね、前半の、ね、大事なところに来る可能性もあるのかな、というところであります。まあ、どちらですよね、この3人の選手、まあ、特にね、ヤマト選手、ケタ選手に関しては、直近で世界ね、国際大会があったりして、調整難しいと思うんですけども、やっぱり将来をね、まあ、世界、目指していく選手ですので、こういったところもチャレンジしていく、ね、こういったスケジュールでもね、 挑戦していくというところはね、やっぱ素晴らしいなと思いますし、まあすでに世界と戦っているミ浦ラ選手もですね、まあ例年というか、まあ、 去年ン同様ですね、ダイヤモンドリーグでしっかり活躍していくということなので、まあ直近で言うとですね、9月16、17、日本インカルと被ってるんで、まあ、ダイヤモンドリーグファイナルというところを楽しみにしたいなと思うんですけれども、この世界ね、世界、世界レベルのミ浦ラ選手や世界を目指していく二人のね、ヤマト選手、ケタ選手、まあいずも意でもね、見られることをね、期待しつつ、もしかしたらね、全員同じ区間に来るかもしれないというところは、ね、非常にね、今からね、妄想が膨らんで楽しみかなというふうに思って、 おりますはい。まあ、泉駅いずむやでのクカヨソンに関してもら、ね、それぞれね、やっていきたいなと思いますし、こういったね、豪華なメンバーの対決というのもね、まあ、学生駅伝ってくくりで言うと、山和選手、三浦選手のね、ま、ほんにね、怪物世代はね、ちょっとね、ここで最後ということはね、早いなと思いつつ寂しいなとも思うので、ぜひね、今年ね、非常に盛り上がっていけたらなというところでお伝えをしていきました。はい。ではまたね、皆さんからのご意見だったりとか、情報もあればね、随時コメント欄とかで教えていただけると助かります。ではまた次回でお会いしましょう。